どんでん、新井監督と三浦監督にパンチをしようとする。なかなか珍しい動画。三重ちゃん、これが成績にちなんだ暴れ方らしいよ。成績にちなんだ暴れ方視点の本幕さ。岡田監督と新井監督が同時にお互いの方を向くシーンでめちゃくちゃ笑ってる。監督、暴力はいけません。番長&新井さん、後ろを。番長も新井監督も大先輩すぎてなすがままになりそう。一応成績にちなんだ暴れ方。どんでんおもろすぎる。どんでん、あまりにも可愛すぎる。岡田監督ってマジで人とイノシシ間違えたり、おふざけのサイン出したり、めっちゃわんぱく小僧で、ほんまずっとおもろい。成績に見合ったことしてる。おもちゃみたいになってる。お茶目で可愛いな。前の二人よりも目立ってるのおもろ。これはリモートを利用して成績にちなんだバレ方を体現する様。いやいや、そんなお前可愛すぎるやんか。おん、めちゃおもろいねんけど。ご視聴ありがとうございました。